今回はプランクや腹筋をちゃんとお腹に効かす方法として3つの動作を行っていきます。この3つの動作を順番に踏んでいくことでお腹にしっかり効かす意識というのが身につきます。なんとなくプランクやったり身を見まねで腹筋を行ってもちゃんと効いてるかわからないですよね。今回の動作を行っていくとちゃんとできているかどうかというのが分かって少ない時間で腹筋に効かす体というのが作れていきます。どうせ行うならちゃんとしたフォームでちゃんとお腹に効かせたいですよね。そういった方にはおすすめです。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、プランクと腹筋を3つの動作で順番に行っていきます。簡単なメニューから順番に行うことでお腹を使う意識というのが分かってきます。腹筋を使うポイントとしてはお尻を締める、骨盤を立てる、お腹にできるだけ力を入れる、この3つの意識を同時に行えてないとお腹の力っていうのは意外と入ってないんです。基本的には自分の体重を使って腹筋運動を行いますから、できるだけそこに力を入れて行わないといけないんですが、3つ同時に意識ってなかなか難しいですよね。今回めちゃくちゃ簡単に意識できるやり方を紹介しますので、たったの30秒、10秒ずつ動きをプラスアルファして行っていきます。腹筋とプランク、1回ずつじゃ悲しいよって方のためにですね、2セット行いますんで、腹筋を使う意識を身につけたいよっていう方は一緒にやってみてください。それでは紹介します。まずはプランクから行います。うつ伏せになった状態でつま先を立てます。肩の下よりもちょっとだけ肘を前にしてください。この状態でまずは前ももが床から離れないようにお腹を上げます。こう肩から股関節までまっすぐにするイメージです。これをまず10秒間行います。今肩から股関節までまっすぐになってます。この状態を保って今度は前のももを持ち上げます。これを10秒行います。このまま肩から膝までまっすぐな状態保って膝を浮かせます。各10秒ずつ行います。1個ずつ体をまっすぐにして作ることでお腹に効かす意識が身につきます。まっすぐに保つポイントとしてはお尻を締めることです。お尻締めると基本的に骨盤が立ち上がるのでお腹に力が入りやすくなります。これを10秒ずつ行っていきましょう。それではいきます、スタート。まずはお腹を上げるだけ、お尻を締めて、次は前ももを持ち上げます。はい、お尻を締めて、次は膝を持ち上げます。あと少しです。はい、持ち上げて、最後10秒キープ。お腹がプルプルしてれば上手です。頑張って。はい、OK です。次は腹筋です。スマートフォンは持ちながらじゃないとできない方は反対の手で頭を持っときます。見ずにできる方は両手で頭を持ちます。これでまずは腹筋というとこっちに起きるイメージあると思うんですけども、お腹を使う意識は実は上なんですね。このままこっちよりも気持ち斜め上に体を持ち上げます。肩甲骨だけ浮かせる感じです。これで今お腹に触ってみてもらったらわかるんですが、力が入ってます。これでまず10秒キープ。首辛い方は頭を持って。10秒キープしたら今度はこのままお尻を上げる。お尻を上げると今度下腹も締まります。これで10秒キープ。で、このまま最後の10秒は足を伸ばす。この3つです。足伸ばすときに伸ばしきっちゃうと腰に隙間できる場合はちょっと曲げた方が効きます。この3つを行きましょう。首疲れない方をね、持たなくてもいいです。頭だけ起こしてください。それでは、いきます。スタート。頭だけ上。斜め上向く感じです。お腹だけ締めます。はい、次はお尻上げて。体は上です。最後は足伸ばします。頑張って。足伸ばして。体は上です。少し OK。 今のでね、少しずつお腹に使う意識ができてます。もう1セットやることでお腹を使ったり感覚がよく分かりますんで、いきましょう。それではいきます。お腹を持ち上げてスタート。肘はね、少し前ですね。お腹を持ち上げてお尻を締めて、次は膝を上げます。
甘いものをあげます。はい、そこ尻締めて、次は膝を上げます。ラスト、はい、しっかり頑張ってキープ、あんまり前からように。うわー、オッケー、だいぶね腹筋が疲れてきてるんで意識しやすいと思います。さあラスト、上向いていきましょう。それではいきます。あと体がねこっちではなく上です。次はお尻上げます。はい、体を上を起こしたまま腰をしっかり丸めて、ラストは膝伸ばします。はい、キープ、ラスト10秒、しっかり上向いて、うわー、きくー、お疲れ様でした。今の3つの順序を踏むことでしっかりお腹に効かす意識というのができてきます。なんとなくね、腹筋運動とかねプランクやってももちろん初めからすぐに効かす方法っていうのももちろんあるんですが、なかなか初級者の方から中級者の方っていうのはお腹を力入れて腹筋効かす意識っていうのがなかなか難しい。かといって時間や回数増やすと首や腰が痛くなる、そういったことがありますんで、まずこういう感じで順序を踏んでもらってお腹を使う意識というのを身につけてみてください。わかりやすかったよ、やってみたよって方はよかったらグッドボタンと感想を教えてください。各種 SNS もやってますんで説明欄からリンク見てもらって、よかったらフォローしておいてください。今回もご視聴ありがとうございました。